ペロシ氏の台湾訪問後、台湾島を封鎖すると脅していた中共は、確かに島封鎖をしました。しかし、台湾ではなく、観光シーズンのピークを迎える海南島を封鎖したため、消費の寒い冬をもたらしました。7月の中共公式発表によると、輸出は予想以上に好調でしたが、台湾周辺での軍事訓練を通じて、中共が台湾島を封鎖しようとしており、さらに大きな地雷を自ら敷くことになりそうです。では、具体的にはどんな状況でしょうか。不動産業界の回復を促すため、北京は新政策で高齢者の年金を狙い、子供たちにローンを引き継ぐよう奨励しています。この新政策は法的に成立するのでしょうか。本日はこれらのテーマについてお話ししましょう。上海で働いていたリーさんは、3月に会社を辞め、旅行に行く予定でした。しかし、上海の都市封鎖で、5月初めは上海に隔離され、その後やっと海南島に行けましたが、8月初め、今度は海南島の山岳に封じ込められたというニュースを見ました。新型コロナウイルス感染が発生した山岳は、8月6日午前6時から、全領域の臨時的生態管理の封鎖措置が取られ、すべての飛行機と列車がキャンセルされ、市内の公共交通機関も停止し、人々の移動が制限されました。報道によると、山岳では8万人以上の観光客が足止めされていたようです。ソーシャルメディアでは、そのうち上海からの観光客が約7万人滞在していたとの情報もありました。この数字の正確さを確かめることはできませんが、上海人の心境の辛さは容易に想像できます。一つの都市封鎖が終わったと思ったら、また突然もう一つの都市が封鎖されたのです。海南当局がいち早く封鎖し、通達一つで都市全体をストップさせてしまったら、これだけの観光客はどうしたらよいのでしょうか。その結果、封鎖後、海南島に残った多くの観光客は泊まる場所もなく、さらに山岳各地のホテルはこれ幸いと料金を値上げし、とても悪質です。そして、中共の極端な封鎖管理の中で、多くの人々がますます無感覚、無関心になってしまいました。例えば、山岳に行った人に貧しい人はいないから、同情する必要はないというネットユーザーもいれば、疫病の予防とコントロールを支持する、自分で自分の命を縮める人など無視していいというネットユーザーもいました。現在、山岳のほか、海南の万寧市、警戒市も相次いで封鎖されました。帰れなくなった観光客は、山岳で中秋節を過ごすことになるでしょう。中共のゼロコロナというコンボは、ウイルスをゼロにはできず、多くの中国人の生活を事実上ゼロにしています。どこにいても、いつでもリセットされる可能性があります。中共による海南の都市封鎖は、観光シーズンのピークを迎える時期にあたるため、消費、観光、海運に打撃を与えることは間違いありません。8月9日の取引開始時には、国有企業である非課税の中国旅行集団の株式が 7.5% 下落しました。第一財経の報道によると、現在、山岳には3万2000社以上の観光関連企業があるとのことです。また、春秋旅行会社の副総経理が、今年上半期は中国国内の観光収入と旅行者数がともに減少し、旅行業界にとって非常に厳しい状況で、夏場の市場は誰もが注目する重要なビジネスチャンスであると言及しました。疫病流行と都市封鎖の中で、海南の夏の観光シーズンも終わりに近づいていますが、ゼロコロナ政策による消費と経済へのダメージはまだ終わっていません。現在、感染力がますます強くなっているオミクロン変異株に対し、世界の主要国と地域は、共存する戦略をとっています。しかし、中共政府だけは例外で、未だに厳しいゼロコロナ政策を貫いており、この極端な政策は国民の不満を買っています。メディアはオフィシャルな言い回しに徹していますが、真実を語りたい人もいます。例えば、中国の金融メディア、財新ネットは最近の記事で、中国経済が停滞のリスクに直面していることに触れ、経済にとっての最大のリスクは新型コロナウイルスの防疫と対策であると指摘しました。記事では一部の地域が防疫のための一括管理をますます強化するという政策に警戒する必要がある。これは以前からある問題であまり解決されていない
と述べています。この記事では、世界は高インフレに直面しているが、中国が直面している最大の問題は、値上がりではなく停滞することだとして、インフレよりも停滞のリスクの方がはるかに大きく、経済を安定させることが最も急務である。企業、特に中小企業は大きな打撃を受けており、失業は深刻で、内需も低迷していると述べています。今年下半期の景気回復は2020年よりも弱くなるとの見方が広がっており、この記事はかなり控えめですが、それでも問題の本質を指摘しています。ゼロコロナが経済に打撃を与えることは明らかです。中共中央政治局は最近の会議で、疫病の流行を抑制する一方で経済を安定させなければならないと強調し、貿易と経済社会の発展を調整しようとしています。都市封鎖やゼロコロナ政策は一部の地域に限って行われたもので、その地域の消費を阻害するだけで、経済を活性化させる輸出や投資はまだ残っているという意見があるかもしれません。実際、中共当局が発表した7月の輸出統計は予想を大幅に上回っていました。しかし、7月のよく見える数字は、それが持続可能であるとは限りません。ウォールストリートジャーナル紙は、モルガン・スタンレーの主席、中国エコノミスト、ケイ・ジキョウ氏の話を引用し、世界的な需要への抵抗が高まっており、それを抑えるために中国ができることはほとんどない、と述べています。ケイ・ジキョウ氏は、中国の輸出の伸びは、今年後半に一桁まで低下する可能性があると予測しました。海南島の封鎖は、消費にまた打撃を与えました。この封鎖に対し、一部のネットユーザーは、ペロシ氏が訪台する際、中共は台湾島を封鎖すると脅したが、結局は海南島が代わりに封鎖された、と中共揶揄しました。しかし、ペロシ氏が帰国した後も、中共は軍事演習を行っており、台湾海峡での軍事演習が、中共の経済にどのような地雷を敷いたのかも見てみましょう。金融コラムニスト、財史氏は最新の記事で、中共は台湾の食品企業だけに手を出すことができ、台湾からの主な輸入品目であるチップには、あえて触れていない。そして、過去1年間、中台間の貿易額の大部分は、電気機械、電気設備及びその部品で、台湾からの輸入額全体の 70% を超えている、と言及しました。中台貿易は最終的に、技術が全てというのが財史氏の考えなのです。仮にアメリカや台湾が中国へのチップ輸出を禁止することによって世界のサプライチェーンが切れたとしても、東南アジアやインドなど中国の工場に代わる国が多くあるはずです。記事ではまた多くの人を怒らせた、多くの敵がいる中共はそれについて本当に考える必要があると言っています。サプライチェーンと東南アジア諸国の話では、中共の台湾海峡での軍事演習は、東南アジア地域に及ぼす影響を軽視することはできないと言わざるを得ません。東南アジア諸国は常に中共の裏庭とされており、米中のアジアでの競争の対象でもあります。普段は中共に対してあえて発言しない ASEAN も、中共の台湾海峡での軍事演習に懸念を表明する声明を発表しました。5月、アメリカは中共に対抗するため、東京でインド太平洋経済枠組みを発足させました。そして中共が今行っている軍事演習は多くの ASEAN 諸国をアメリカのインド太平洋経済圏に追いやることになるでしょう。20数年前にアメリカの力を借りて WTO に加盟した中国が経済グローバル化の風に乗って世界の工場になりました。今や世界の工場としての中国に完全にとって代われる国や地域は一つもないのです。しかし、現在の国際地政学の進展により、20年前にアメリカから移転した産業チェーンが、能動的あるいは受動的にアメリカ大陸に戻り始めています。現在のユーラシア大陸が直面している紛争は、ロシアのウクライナへの侵攻から、中東の混乱、さらにインド太平洋の情勢まで、ユーラシア地域の資本、エネルギー環境を変化させており、さらに国際企業の産業チェーンに影響を与えています。その結果、アメリカ大陸に産業が回帰しつつあるという分析もあります。この流れは、
今後の中国の経済発展に影響を与えるでしょう。ウォールストリートジャーナルは8月8日付の記事で、バークレイズのエコノミストが最近発表した計算結果を引用し、世界の輸出市場における中国のシェアが今年に入ってから後退し始めたと指摘しました。中共による最近の2つの島封鎖は、自国の経済に大きなダメージを与えました。ですから、経済を牽引する3つの馬車、消費と輸出のいずれもが陰りを見せているという結果ですが、最後に残った不動産はどうでしょうか？不動産市場に回復の兆しはあるのでしょうか？以前、不動産債務リスクが銀行や鉄鋼などの川上、川下産業に広がっているという話をしましたが、ここ数日、市場からの悪いニュースがありました。8月5日、市場調査会社のシェル研究所が発表したレポートによると、中国の28の大中規模都市における平均住宅空き室率は 12% と高い水準であるといい、空き室率はさらに上昇し、不動産市場は供給過剰のリスクに直面していると予測しています。市場の需給や価格システムの観点から、供給過剰の直接的な結果は価格の下落です。確かにシェル研究所が言及したように、過度に高い空き室率は警戒すべきであり、その潜在的なリスクは無視できないと言えます。市場が住宅価格の下落を予想する場合、大量の空き家が住宅在庫市場に入り、短期的に供給が急増します。そのため、需給バランスの悪化を加速し、住宅価格の下落リスクがさらに拡大することになります。レポートによると、これら28都市の平均空き室率は、すでにアメリカ、カナダ、フランス、オーストラリア、イギリスの平均を上回っており、日本に次いで2番目となっています。OECD 経済協力開発機構によると、2021年の空き室率は、アメリカ 11.1%、カナダ 9.8%、フランス 8.7%、オーストラリア 7.8%、イギリス 0.9% となり、日本の空き室率 13.6% でした。シェル研究所の統計では、中国の1、2、3級都市の平均住宅空き室率は、それぞれ 7%、12%、16% でした。なおこの空き室率は、在庫の中古物件のみを考慮したものであり、建設中で販売されている物件や、完成して販売されている物件も含めた統計であれば、平均空き室率はさらに高くなると思われます。では、市場にこれだけの空き家があり、収入を得られない地元政府はどうすればよいのでしょうか。中国不動産市場政策の風向形である北京の動きを見てみましょう。8月8日、北京市住宅建設委員会は次のような政策を発表しました。昭平区、平成府などの3つの試験地点にある住宅を購入する際に、中心市街地に住む高齢者世帯、つまり60歳以上の家族が自分名義の住宅を有しておらず、ローンを組んでいない場合、頭金比率を 35% とし、それと同時に高齢者の子供たちは、ローンの共同借り入れを申し込むことができ、ローンのリレーが可能となります。つまり、親の枠で住宅を購入し、子供の年齢を参考に30年間貸し出すことができるというものです。戸籍が中心市街地にある高齢者が、自分名義の中古住宅を売却し、住宅ローンを組んでいなければ、この政策が適用されるのです。北京市住宅建設委員会は、以前、北京で商業用住宅を購入する場合、全国的に住宅ローンの記録がある限り、それはセカンドハウスとみなされ、最低 60% の頭金を支払う義務があると規定していました。ですから、この政策の核心は、高齢者を中心部から追い出すことにあるという分析もありますが、果たして次世代は中心部以外の場所に住もうという気になるのでしょうか。また、高齢者が借金や住宅ローンを抱えるには限界があり、ローンのリレーという形で子供が親から引き継ぐことは、民法や経済法のレベルでも、その政策の合法性が問われるという分析もあります。この政策は多くのネットユーザーに注目され、あるネットユーザーは、不動産会社のためには大分ニラの根っこまで掘り起こす必要がある。
一家の5世代までローンのリレーだという声もありました。中共は国内需要の低迷、債務危機、高齢化に直面しており、経済の見通しが暗い中、中共は世界から孤立することに成功しました。中共は今、対外的に虚勢を張っているだけで、残された力は国内で国民への抑圧に使われています。政治主導で経済発展が後回しにされ、停滞するリスクが顕在化しています。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご覧いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。